2017年センター試験科学基礎の解説です。第2問の問い7、濃度が不明の塩酸 25ml と炭酸カルシウム CaCO3 が反応して二酸化炭素を発生した。この反応は次の化学反応式で表される。化学反応式はこのように与えられています。炭酸カルシウムの質量と発生した二酸化炭素の物質量の関係は図2のようになった。反応に用いた塩酸の濃度は何モルリットルか、モル濃度を求めなさい。そういう問題です。表を見るんですけど、二酸化炭素の物質量が与えられてますけど、こっちはね、フェイク。使うのはここの数字。2と3の間から 2.5g。2.5g の炭酸カルシウムでちょうど過不足なく、この塩酸 25ml と反応したってこと。がわかります。で、化学反応式を見てこの係数の見ればよくて、炭酸カルシウム1モルに対して塩酸は2モル必要。この係数で反応に関わる物質量がわかるんで、炭酸カルシウムと塩酸は1対2のモル数だってことがわかります。モル数で比例、モル数で比の式を作ってイコール1対2、こういう式を目指せば大丈夫だってことです。モル数でいけばいいんでね、まずじゃあこっちの炭酸カルシウムの方から、炭酸カルシウム 2.5g が何モルか、式量は CO ですね、 CaCO4、 Ca が40でこれが12で O416 が4個だから48 60、ちょうど100ですね。式量が100で 2.5g だから 2.5100 で割ればいいんで、どうしよう、分数でいいね、100分の 2.5 モル、炭酸カルシウムは100分の 2.5 モルだって分かります。まあ小数点ちっちゃくしてまとめてでもいいけど、後で楽になるかもしれないんでこれでいいです。で、次に塩酸のモル数だけど、濃度が分かんないんでね、求めたいとこを X にすればいいんで、モル濃度を X にしましょう。で、モル濃度にリットルをかければモル数になるんで、25ml、25をかけるミリだから10のマイナス3乗をかけて、これが塩酸のモル数です。炭酸カルシウムのモル数と塩酸のモル数が1対2の関係になればいいんで、100分の 2.5 対 X かける25かける10のマイナス3乗、が1対2。となるべく計算簡単にするためにここで100かけちゃいましょう。あ、1000かけるか、10の3乗かけましょう。こっちは、2個分この分母を消して1個分こっちにで25で、こっちはちょうどこれとこれが消えて、あ、25も消えちゃうね。これ1にしてこれ1。で、あと内掛けイコール外掛けで、X イコール2。あ、出ちゃったね。で、4番が答えと分かります。